こういう企画を立ち上げましたので、これから K 先輩をお呼びして地理のテストをしたいと思います。20、20、7の。おあれ、中華台だけが、群馬だけが。おお。8はあれ、8がなんだっけ、茨城だけがや。うそ、あれ茨城ねが。間違えた。あ、間違え。栃木にやっちゃったんだね。栃木さえ行ってみようってことは。そう、ゴールデンウィークは栃木県でキャンプ。マジかよ。ちょっと土地に何もあんなやりたい。カツオ。そう。完成だな。よし、じゃあ早速。いやどうも今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当お疲れ様で。すいませんでした。いや、乾杯。市民ベハラ。あ、何ヶ月ぶりだ。4ヶ月ぶり。すごいね。やっぱうまいね。まあ、4ヶ月ぶりに飲んでも大丈夫だました。だから今日から再開ということが、作業は。いや、あれ、そうじゃないね。何、今日で終わり。ああ、だな。特別な日だから今日は。やめるやんか。先輩との特別なキャンプの日だから。だがした。こいつで一旦沸かしたら。カメラ撮ってるから今日何があったか教えてあげて。今日今日は栃木。いや、群馬まで行ってね。キャンプ場が見つからなかったという。福島の天神浜まで結局帰ってきたというね。すいませんでした。私をちょっと見通しの甘さがこの事態を招いてしまって。すごかった、すごかった。まあいいっすわ。俺らなんてね。まあでも渦間川の遊覧船、観光船、乗ったからいいんじゃないですか。まあな、まあ鍋だ。ほんでよしとしとくべっちゃ。栃木県にキャンプに行きましたが、キャンプ場が見つからなくて。ですね、栃木市の観光をしているところです。はい、そうです。キャンプのことはとりあえず置いておいて、観光とりあえずは。渦間川の観光船に乗りましょう。はい、わかりました。今日はお待たせいたしました。この遊覧船出航するときセレモニーがあります。船頭の私が船が出るぞーって言いますから、右手拳作っていただいて元気よくおーと掛け声を、その掛け声小さかったり揃わなかったりしたらやり直しをお願いする場合もございます。1回でお願いいたします。よろしいですか。船が出るぞー、おー、はい、元気な掛け声ありがとうございます。言ってないじゃん君。今年は、ね、初めての試みで、左が川に沿ってね、白地にいろんな模様の鯉のぼりがあります。この鯉のぼりね、100匹ほどいるんです。東京スカイツリーのアンテナショップでね、お客様に書いていただいて、これね、慶応が、今月のね9日で終わりなんです。また回収して
書いた方にね、渡しすることになっています。君は春日の ですよ。5段階評価で、はい、5段階評価でが、じゃあ2にしとくか。ん2、うん、厳しいね。すでに聞いたことを忘れてし、うん、着火剤持ってこればいいのに。しかししくじったな今日は。首都圏を舐めてましたね。ディスム。まあいいやもうこれは。次はあれですよ。この悔しさは佐渡ツーリングにぶつけましょう。なあですね、うん、佐渡ツーリングだな。去年行かなかったじゃないですか、うん、リベンジすると言っておきながら。確かに。おぉ来たな。おぉ宣言やっててよ。じゃあ正式権様。じゃあとりあえず、被災死刑の様を引く予定なんで、まあできたらお披露目しますよ。果たして俺がどこまでやれんのかね。今年中？ん？今年中。もっと早い。は？もっと早い。ちょっとした。もっと早いごめんなさい。盆前か。盆休みとか。大丈夫にかと思うんだけど、それくらいだったら。